乙女座の星スピカ、俺の一番好きな星。17歳生まれて初めて恋に落ちた。クラスに馴染めない平凡女子が恋したのは天文好きの美少年。天文部入る？え？は？俺たちしかいないけど。チャラめの俺様男子太陽も加わって15点。ときめきが走り出す3人の高校生活の始まり。右手で目が暗闇になれるまで。お前さ、瑞希のこと本気なの？太陽ってほんと口悪いよね。生まれつきな。けど一緒にいるとなんだか元気になれる。きっとスピカは一途の星だ。宇宙の海で出会う二つの運命の星。転校してきたんだ、太陽くんがいるから。それは4月に巡り合う奇跡のラブストーリー。俺は早乙女星を彼女にしたい。文句あるか？俺はお前と同じものを好きになりたい。いつもお前に譲ってた。その星の名前を知るとき恋が輝き出す。せいのくせに一人で泣いてんじゃねえや。4月の君スピカ。